研磨しろについてです。ちょっとした相違で触れてしまったり、 50.3 この研磨しろをあんまりつけすぎると、研磨屋 TV ピンポーン、こんにちは、研磨屋のアナです。今回は研磨しろについてです。研磨しろって僕はいつも言ってるんですけども、 G しろとか言ったりもしたりするんかな、検索しろとか、まあとにかくこう外円筒やったら円筒外形ですね、外形を仕上げるために必要な取りしろですね。例えば20杯やったら20点いくらつけて、その後研磨して20杯に追い込むとか仕上げるっていう感じの、まあ研磨するために必要な分、取りしろ、まあ、取りしろしか出てこないですけど、分ですね、厚み、え、うん、です。まあ、それについてちょっとお話ししたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということで、まあ、皆さん研磨しろといえばどれぐらいつけますか。例えば、まあ、円筒、まあ、僕はよくいつも円筒検索の話をするんですけども、円筒検索だと直径で 0.3 プラスとか、直径で 0.5 プラスしたりとかすると思うんですけども、結構難しくて、まあ例えばこの見たことある方もいらっしゃると思うんですけども、これは円筒検索版の技能士の試験ワークです。まあ例えばちょっとサビサビで申し訳ないんですけども、こことかここはちょっとテーパーで参考にならないんですけども、例えばここですね、ここここですね、ここは確か50杯だったと思うんですけども、まあ50の0の0からマイナス1000分の 0.005mm、1000分の5ミリで仕上げてくださいってなると、50で前工程旋盤屋さんですねが加工してしまうと、研磨円筒検索では加工できないので、まあちょっと大きめに作ってもらう。例えばこれやったら 50.3 とかで作ってもらったりするんですけども、まあこれ結構見た目異形状で、ここがめっちゃ細かったり、ここが細かったり、段ついてたり、テーパーテーパーで、まあこれは生材だったんですけども、これで熱処理とかをするとこうムイーンって曲がってしまったりとかするんで、こう当然この前回お話ししたセンター穴の重要性とかいうので、何年か前に紹介したこのセンターですね、両センターを基準と考えて、旋盤加工後にまっすぐになってたらいいんですけども、やっぱり熱処理とか旋盤加工をして、ちょっとこう加工で加工応力とか、まあ両センターですね、両センターがここの中心に、ど中心っていうんですか、ど真ん中っていうんですかがになかったら、やっぱりちょっとこう触れてしまったり、熱処理でこう弓なりになってこう触れてしまったりとか、いろんなこう加工応力とか残留応力ですねとか、熱処理の歪みとか、まあ、センターなのちょっとした相違で、まあ本当にこうくるくるとちゃんとこう芯の円としては回らなくて、どうしてもこうなったりこうなったりするのは致し方ないことなんですよね。まあそれも踏まえて、この取りしろ、研磨しろですねをつけると、まあ仕上げの時にここやったら50に対してしっかりその研磨しろ分も増やして加工すると50に仕上げられるっていうのが、まあ、取りしろ研磨しろなんですけども、この研磨しろあんまりつけすぎると、例えばこれだったらまあ面取りないんですけども、指示で C0.5 とかいう面取りがついてたり、 C0.3 とかがついてたりすると、まあ、旋盤屋さんでピッてつけてくれるんですけども、こう取りしろが多くてそのまま 0.5 つけてしまうと面取りがなくなってしまったりとか、研磨しろのつけすぎでいろんなこう弊害もあることもあります。まあ先ほどお話ししたみたいに面取りがなくなってしまったりとか、まあ円筒とか研磨ですと、まあ 0.5 の取りしろをつけるよりも、もちろん 0.3 の取りしろのちょっと少ない目の方が早く加工が終わるので、まあその分、まあお金の話になるんですけども、時間が短くなるので加工単価が安くなったりとかもして、メリットはあるんですけども、万が一先ほどお話ししたみたいにこう熱処理とかで歪んでしまったりとか、あと
前加工の旋盤加工をしたりとか、あとまあその後のフライスでこうカットしたりとか、溝切り溝を入れたりとかして、こう残留応力が残った状態でこう研磨するとやっぱりこう歪んでしまったりとかして、フレが 0.2 とか 0.25 とか、ちょっと研磨しろ 0.3 じゃちょっとやばいよなっていうこともあるので、まあ 0.5 つけたりとかもあるんですけども、やっぱり 0.3 と 0.5 になると、この 0.2 の差が研磨屋にとってはまあまあな時間になってしまうんですよね。なんでまあ単価が上がっちゃったりとか、時間かかりすぎちゃって単価が上がっちゃったりとかするんですけども、まあ旋盤屋さん、フライス屋さんは、まあ、僕もあんまり見たことないんですけども、やっぱり1回あたりの削り代が1ミリとか 0.5 ミリとかバンバーンって削れたりするんですけど、やっぱり検索はやっぱりいつもお話ししたみたいに砥石で加工するので、やっぱりあんまりガーンって削ると砥石が目詰まりとか目こぼれとか起こしてしまって、逆に削れなくなって、またこう砥石を目立てするためにドレッサーしたりとかして、まあ、そのドレッサーする時間も増えたりとか、またグワーって加工してまた目詰まりまたドレッサーってなると、この手間が結局時間かかっちゃうので、まあ、意外と研磨って僕もたまに言われたりするんですけど、研磨ってもうペペってやってパッてやったらできるやろみたいな感じで言われてるんですけども、やっぱりそれは今までの経験で、ああこれ砥石多いからちょっとこういう風な加工をしたらなんとか早くできるよなとかいうのがあるから、多分なんとか早くできてると思うんですけども、やっぱり先ほどお話ししたように0.5 より 0.3、 極端な話直径で 0.1 ミリぐらいの研磨しろやったらもっと早く加工できて単価が安くなって納期が短くなったりとかするんですけども、やっぱり前工程との兼ね合いですかねがあったりとかするので、まあ少なくとも 0.3 とかがあったらいいかなとか僕は思っています。まあもちろん先ほども何回もお話ししてるみたいに、旋盤加工してそこの残留応力が残って、まあ、僕もその科学的根拠とかよくわからないんですけども、まあこう経験上ですね、経験上でまあ旋盤屋さんで加工する、でその時の加工応力が残ったりとか、まあ加工力ですね、残留応力が残ったりとかして、そのまま熱処理に入って組織が熱処理でこう金属内の組織がこうドタラってなって応力が残って、そのまま研磨で一皮剥いたら応力が解放されてまた歪み返すとかっていうのもあったりするので、まあいろんな対策があると思うんですよね。例えば調湿剤を使ったりとか、でも調湿剤使うと熱処理でちょっとあんまり相性良くないとか、まあいろいろ僕もこう材質のことは本当めちゃくちゃいっぱいあって難しくて僕もよくわからないんですけども、まあその辺は大変だと思うんですけども、やっぱり一発でこう綺麗に早く単価も安く仕上げれるってなったら、こう初めの相談で材料これを使うけどどうかなとか、じゃあ研磨やどれぐらい研磨しろいる、いや 0.3 ぐらいがすごい助かります、じゃあ熱処理でこの 0.3 以下で例えば 0.1 ぐらいで歪み抑えれるかなとかいういろんな相談をしながら、各工程の方がちょうどいいところで研磨しろを残した分の加工をするとかをすると、まあ、すごくいい品物が早く安くできたりするのかなと思います。まあ、今お話ししたのはこの外形の研磨しろについてなんですけども、まあまとめると、まあ、熱処理とかでもちろん 0.5 つけるのとかっていいと思うんですけども、僕はいつも研磨しろどれぐらいがいいですかって言われたら、外形は仕上がり形よりプラス 0.3 があれば嬉しいですし、熱処理するしないでやっぱ変わってくるんですけども、やっぱ熱処理なしの話ですと外形だと仕上がり形より 0.3 とか、内形ですと 0.1 から 0.2 とか、平面ですと片側 0.15 ミリぐらい削るので、やっぱり両方で 0.3 とかつけてほしいなっていつもこう見積もりとかお客さんとの加工の相談の時にお伝えしています。で、まあ熱処理をする工程になると、やっぱりこう外形はだいたいこう僕のこの統計上というかあれなんですけども、もう皆さんのいろんな僕よりこう大先輩の話も聞くと、やっぱり外形は膨らむ傾向、内形は縮む傾向になるので、まあ、もちろん 0.3 つけたらもしかしたらこう熱処理の具合によっては 0.35、0.4 とかに膨らんだり、こうリング状のものですね、リング状のものはそうなったりとかして、内径やとキュッと縮んだりとかするので、また内径やと研磨しろが多くなったりするので、まあ歪みとかを考慮しなければ外径は直径で 0.3、 内径は直径で 0.2 ぐらいでいいと思うんですけども、やっぱり熱処理をするとこう
いろんなね処理方法があったりとかするんで、高周波焼き入れとか真空焼き入れとか新炭焼き入れとかいろいろあるんですけども、まあ前の会社で勤めさせていただいた時に、まあそこの会社は材料から検査完品でやってたんで、社内で熱処理とかしてて、まあ、熱処理工程の方にお話を聞くと、やっぱりこう例えばこういうワークが2つあって、あんまり近づけると引っ張り合ってすごい歪んだりとかして、うわどうしようかとかいう話も何回か聞いたことあるので、本当熱処理屋さんもすごいいろいろ考えられて、釜に入れる時にこう考えられて並べてんやなっていうのをすごく感じます。もう本当なんで、まあ、いろんな工程でいろんなこの悪条件が揃ってしまったら歪んでしまったりとかするんですけども、でもそれはやっぱり旋盤フライス熱処理とかの方が最善の策を尽くしたのに歪んでしまったっていう結果もあるので、まあ、それは致し方ないのかなと思うので、まあ、その辺は本当に初めての品物ですと密に打ち合わせして、こう研磨しろの選定とかできたらいいのかなと思います。平面の厚みですと熱処理するとこう歪んでしまったりとかこうねじれたりとかするんで、まあその辺とかも踏まえての研磨しろとかもいるんですけども、やっぱり厚み 0.3 とか、まあ、多くて 0.5 とか、めっちゃ薄いやつだったらやっぱりすごい歪み方もするので、まあ、0.5 つけたりするんですけども、やっぱりもちろん材料費とかはもしかしたら安いかもしれないですけども、薄いからこう全体的に安いんやろじゃなくて、やっぱりこう歪み度合いがすごいので研磨しろが多く取ってしまうと、やっぱりこう薄いとあんまりこうグワーっていっぱいガン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 削っていくと、研磨しろが多いからガン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 削るとやっぱり検索熱とかもあるので、逆に歪み返したりするので、ゆっくりそーっと削ったりとかしていかに歪み返さないようにしないとダメなので、やっぱり時間かかって、なんやこれ薄いのにめっちゃ単価高いやんけってなる時もあると思います。まあそれはやっぱりせっかくの仕上げで歪んだりとかしたらやっぱ不良になるので、やっぱり位置から戻って納期かかってとかするので、やっぱりその辺慎重にしないとダメなので、やっぱり時間かかって単価が上がっちゃったりとかするので、まあ、その辺もやっぱり各工程の皆さんとこう相談し合って、やっぱり最善の一番いい研磨しろとか加工方法とかを見つけるのもいいのかなと思います。っていうのが普段使う研磨しろの話だったんですけども、もう一つこれ、まあ、ちょっとめちゃもう錆びてめちゃ汚いんですけども、この辺とかってちょっと単面当ててる研磨目になってるんですけども、まあ、これとかやったら幅寸法があるんですよね。例えばこことか 78.98 っていう幅寸法があって、まあ、もちろんこれ研磨しろがついてて仕上げました。で、まあ、ここ今こう挟んで測ったところはこっちこっちって当てるので、やっぱりこう両方ともマイナスにしていく方向なんで、ちょっと研磨しろで太めに作ってもらわないとこう仕上げできないので、ちょっと仕上げするのにはちょっと太めに作ってもらいます。なんで、まあ、いつ外径とか内径、外径とかと同じようにこうちょっと大きめにつけてもらうんですけども、外径の研磨と違って単面って当ててもいい砥石っていうのはこう砥石屋さんにお願いするんですけども、やっぱり外径より単面ってこう弱いんですよね。なんでこう結構当ててもそんなに削れないので、全長で 0.3 つけてしまったら、こっち 0.15 こっち 0.15 って当てても 0.15、 このいつも見ていただいてるマグネスケールのデジタルスケールですねをで当てても 0.15 バーンって削っても実際 0.1 とかそれ以下しか削れてなかったりするので、まあ、この辺思いっきりつけてしまうと、また単面当てて何回も測って、ああまた削れてない、ああ削れてないってなって測って時間かかっちゃうので、まあ、この辺はちっちゃめの片側 0.1 とかで全長で 0.2 とかつけてもらってやった方がまだ研磨屋の気持ちですけど、まあ早く加工できるかなっていう感じはします。あとちょっと説明しにくいんですけども、今は幅を説明しましたが、今度はこことここっていうところなんですけども、こことここやと、例えばこう立ててスケールでこう測る、ハイトゲージとかで測るってなるんですけども、ここで研磨しろを 0.2 につける、 0.2 につけるってなったら、結局同じところなんで追うと追わないとダメなんですよね。追ってなんで、このなんていう説明ちょっと難しいんですけど、この幅やと追い込まないと仕上がらない。ただこっからここは当ててたらそんなに全然距離は変わらないです。例えばここ100分の
5を削りました。でこっちも100分の5を削ると結局同じ寸法になったりとか、100分の5を削ってほったらかしちゃったら、前を100分の5を削って、まあ、そのままやと100分の5マイナスになるだけなんで、例えば寸法が多分合ってないんであれですけども71とします。で前を追うと、ここ、こっちで、こっちを砥石で追うとこれがマイナスになったりとかして、例えばこんな感じになって、ここからここに対し、ここからここの距離が短くなるんですよね。ここがもし図面が71で仕上げてくださいって書いてるのに、単面当てる、前だけ単面当てる、100分の5前だけ単面当てる、だから71で仕上げてほしいのにマイナスになるんで、じゃあこっちも当てて71にしていくみたいな感じで、両方当てないとダメなんですよね。なんでここに研磨しろをつけてしまうと、なんかこう こことここやから 71.2 研磨しろつけようってなったら、前だけ削らないとダメ、でもこっちも単面当ててくださいって指示あったら、こっちを結構多めに削ってこっちさらっと当てたりとか、もうほんとこうなんか均等に当てれなくなっちゃうんですよね。なんでこの辺って研磨しろは別にいらなくて、まあいらない方がいいですよね。こことここだけやったらパッパッと当ててこう寸法に仕上がる。もちろんここプラスのこことかでまたいろいろややこしになって計算しないとダメなんですけども、前やとパンパンって当てるだけで普通に寸法決まったりとかするので、まあ、旋盤屋さんで仕上げてもらって、それをさらっとこう当てて直角出す程度みたいな感じでするともうさらさらっと当てるだけなんで、円筒ですと単面パラッパラッと当てるんで時間もかからず早く正確で安く済むのかなと思います。まあ、今お話ししたみたいに単面の研磨しろとかもあるんですけども、まあ、加工に携わる方皆さんがやりやすい感じで加工してもらっているようにします。あと、まあ最後にメッキ、コースクロンメッキをしてもう一回研磨するっていう時もなんですけども、例えばコースクロンメッキ、僕がよくやるのは仕上がり径がこれが50で、コースクロンメッキをついた状態で50に仕上げてくださいねってなると、やっぱコースクロンメッキ付け白分、肉盛り分っていうんですかね、があるんで、 49.9 にもうわざとマイナスにしてから、そこからメッキを乗せる、メッキを乗せて、まあ、直径で 0.2 ぐらい乗せてもらって、まあ、研磨しろもつけてのメッキを乗せたりとかするんで、まあ、コースクロメッキが指示でつけますよってなって、ここでまあいつも通り 0.3、 50に対して 0. 直径 0.3 研磨しろつけようかなってなると、コースクロメッキの取り付け白分があるので 0.4 ぐらい削らんとダメなんですよね。まあ、そうなるとやっぱりちょっとまだ取り白も多くなっちゃって時間かかっちゃったりするので、まあ、コースクロメッキつけるっていう指示があれば、まあ、研磨しろ 0.2 にしようかなとか、ちょっと少なめにしてやるのも一つの手かなと思います。はい、そんな感じで今回はこの板と丸を使って研磨しろについてお話ししました。まあ、ちょっと僕あんまり、説明がちゃんとできてない部分もあったり、僕もお話ししてる時にちゃんと説明伝わってるかなっていうのがちょっと不安なところもあるので、まあ、もしこの動画見ていただいてて、こういやここはこうした方がいいんじゃないとか、これの方が多分スムーズに進んでるよとかいうアドバイスがあればコメント欄に入れていただけると嬉しいです。研磨しろのことを今までちょっとよくわからなかったなとか、研磨しろをちょっと疑問に思ってたよって思う方もこの動画を見てらっしゃると思うので、まあ、その人たちにもすんなりすっと落とし込めて、これからのこの加工に使えるような詳しいコメントを入れていただけると嬉しいなと思います。ということで、まだ何かわからないことがあれば動画でお伝えできる範囲はお伝えしたいと思うので、コメント欄または LINE 公式アカウントの DM にメッセージ送っていただけると嬉しいです。この動画が皆さんにとって少しでも役に立つと嬉しいです。ありがとうございました。